皆さん、夏休みの自由研究終わりましたか？アリサは終わってません。そんな君たちに、じゃじゃん、妖怪ドラリンスライムを紹介していきます。ティアラチャンネル。手にくっつきにくくてとっても伸びる泥、スライムが2個作れるって書いてあります。こんな感じ。いざ開封。え、木じゃない。あ、なんか出てる。え、音がする。しなかった。お、すごい。じゃん。ポカポカパン。あ、早いんだと。はい。いろいろな液が入ってます。袋。スライムの粉が2個と混ぜ棒。それでは早速作っていきます。これに、この実験アイデアブックってやつに作り方とか用意するものとかが載ってます。わかりやすいです。おお、ちょっとりちょっとりスライムの粉を半分くらい入れてかき混ぜる。ストップって言って誰か。ストップ。え、すごいねこれ。入れました、混ぜました。次は粘り液を入れます。あ、すごいすごい。30秒くらい。油みたいになってる。30秒くらい混ぜたらとろみが出るそうです。次は伸びる液を入れます。おー、すごい。ボンドみたいね。ボンドか。ボンドスライムかな。この音いいですよ。透明な部分がなくなるまで混ぜました。ふわふわしてる、もこもこ。最後は固め液を入れて混ぜます。ちょっとずつ入れます。混ぜます。 あ、すごい。ほらほら、固まってきた。すごい。あ、すごいすごいすごい。あ、めっちゃ多いねこれ。あ、すごい。あ、すごい。最後にスライムを取り出して揉んだり伸ばしたり折りたたんだりすると完成です。あ、ちょっと、すごいすごい。まだめっちゃヌメヌメするんだけど、これほらめっちゃヌメる。今からほかほかパウダーとヒエヒエパウダーを入れる実験をしていきます。まずほかほかパウダーから。まずこのタッパー、ジッパー、タッパー、ジッパーに入れます。これくらい、スライム。あったか。あのほら、コンポタージュのスープのカンカンのやつみたい。
かい、ほらほら、いや、めっちゃあったかい。なぜ温かいのかというと、ポカポカパウダーの正体は塩化カルシウムという薬品で、水に溶けるとき熱を出す性質があります。スライムに含まれている水と反応して発熱したんだ、発熱したんだって書いてあります。次は冷え冷えスライムを作ります。実験作ります。いきます。あっ、冷たい。めっちゃ冷たい。あ、気持ちいい。あ、熱の時にいいですね、これ。なんかね、氷触ってるみたいな感じ。あ、でもずっと触り続けるとぬるくなるけど、このね、粒のところがめっちゃ冷たいの。なぜ冷え冷えになるかというと、冷え冷えパウダーの正体は尿素という薬品、塩化カルシウムとは反対に、水に溶けるときに周りの熱を吸い取ってしまう、だからスライムは冷たくなったんだって書いてあります。はいはい、そういうことね。熱を吸い取るそうですね、こちらのスライムじゃない、粉は。じゃん、この実験アイデアブックには妖怪ドロリンスライムの秘密や、スライムはどうして伸びたり縮んだりするのっていう謎かな、それを解明するページがあって、その写真とか分かりやすい図、イラストかな、イラストとか文章とかが書いてあって、とってもいいです。そして最後のページには、夏休みの自由研究に使えそうな内容がたくさん書いてあります。ということで、今回は妖怪ドロリンスライムを紹介しました。アリサはこのスライムキットを使って自由研究しちゃおうかな。